しい。あ、それ炎だね。炎だったらなんとかなるよ。終わり。なんだこいつ。鬼人の魔術師の位牌。なんだあいつ。これは何？人？人だね。人が木に絡み取られてる。っていうかこれ、これがその最初に言ってた幽霊さんが言ってたさ、世界樹に帰ることが人間の死であるみたいな、そんなこと言ってたよね。これのことなのか。ここは世界樹の根っこってことか。じゃあなんとも気味が悪いけど、すごく戦いやすい敵だった。いやー、あれは楽だね。人型じゃないやつの方がだいぶ戦いやすいっていうのはあるよね。ちゅうわけで、そろそろ本編に戻りましょうか。マルギットさんのところからですね。ストームビル城と、うわー、すげー、トゲトゲしてる。すげー、トゲトゲしてるよ。ここは、城門前に敵がいたりとかはしないのかな。あ、祝福だ。とりあえずここで休んでから入りましょう。あ、脇道がありますね。そっちからって感じかな。メインを進むときはオフラインで行って、で、なんか周りの探索とかしたりとかって感じのときはオンラインでちょびっと遊んでもいいかなみたいな。何あなた。こんにちは。汗人ですよ。正門からはやめておけ。手だれの兵士がひしめいている。そこの穴を使えばいい。左ね。なるほど。こっちから侵入しろと。いやー、でも、信用できないな。うん。あ、でも合図出したら、あー、合図を出したらこいつが開けてくれるの？っていうか、こいつは何？奴隷かなんかなのかな？まあいいや。もう開けてくれって言ったら開けてくれるってことはさ、このさっきの人はどちらかといえば、何？プレイヤー側の心を持っているけれども、おっと、待って待って待ってくださいよ。とりあえず、全部バリスタボルト。なるほどね、あれがバリスタなのか。了解です。あんなのを撃ってくるんですね。危なかったですね。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。やっぱりこっち側から行きまーす。主人公側の心を持ってるだけって感じか。なるほど。立ち位置としては敵側の陣営には入ってはいるんだね。遺跡石。こっからですか。ちょっとこういうところは空飛ぶ敵とかが現れそうで怖いんだよね。よいしょ。よいしょと。あ、こっから登っていけそうじゃない？やっぱり。あ、しかもちゃんと登った先にアイテムがある。想定されてますね。お、鍛える石。カッコ2。カッコ2ってなんだろう。カッコ2とカッコ1があるのかな。なんかピョンって鳴き声がしたぞ。おお、なんかいる。やっぱ空飛ぶ敵いるじゃないですか。怖えー。鳥ね。オッケー。よし。ちゃんと遠距離攻撃で落とした感じがいけんですね。ああいうのは。こっち側は、お？なんかカンカン音がする。ん？あ、こいつか。なんか背中についてるね、変なの。なんだろうこいつ。飛べないように拘束されてるわけではないよね。羽は広げるし。なんか体に武装してるとかそんな感じか。またチャキンチャキンいってるな。お、一体だけだ。よしよし、いいぞいいぞいいぞ。おっと、ちょっと待って、バレた。なんじゃそれ。足になんかつけてるなこいつ。やっ、いっちなんだそれ。ちょっと待って、まともに戦うとやばそう。いや、まともに戦うとやばそうというか、やばいなこれ。やばい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 。こういうのは炎でやるべきだと思うんだけど、炎が当たらない。なんだこいつ。いや、小型の人外モンスターはつえ。おいおい、マジかよマジかよ。嘘でしょ？これは苦戦しますわ。で、この先をね、
気づかれるとまずいので気づかれない位置から炎でやる。これならなんとかなるでしょう。向こうに2体いる。まだ2体もいるのか。ちょっと待てよ。気づかれた。いって。ちょっと待って。あいつ移動スピードもやばいよね。そうだよね。で、ついばみからの旋回しつつ足でフラフラするから火が当たらない。当たっても一撃で倒せない。うら、いや、きっびし、なにこいつ。こんなのとまともに戦ってられるかって話ですよ。気づかれましたね。よし、ひるんだ隙に近づいて殴る。いや、ちょっと飛んでるから強いですよこいつ。風切り羽ね、なんか特殊なアイテムが手に入ったけれど、こんなやつを倒してまで集めようとは思わないんですけれど、超遠距離武器とかでチクチクしないとまずいですね。お、穴がめっちゃ開いてる。何これ、なんでこんな穴が開いてるの。しかも木みたいなのに侵されてるね、城自体が。なんだろうここ。とりあえずここにグレイスがあってよかった。ちょっとソウルやルーンはなくすとやばいので、もうレベルアップにカンカン使ってきます。で、精神力も上げる。精神力16ぐらいまで上げて、いって20ぐらいまでかな。そしたら神秘や信仰に上げていきたいね。神秘、信仰、技量と。蝕まれた川立て、蝕まれてるの。あ、やばい、これ笛吹く花だ。おっと、待ってくださいね。こういう時は火を投げる。火には弱いだろう。相手もなんか投げてきたな。そう、ちゃんとこれ相手も武器を投げてくるの恐ろしいですね。だがかっこいいな。てかこいつらもなんか茨みたいなのに蝕まれてない？体中何なんだろうこいつらは。木に蝕まれてる。黄金樹を体に宿してるとかそんなの。んでもなんかこの一般人みたいなのは特に蝕まれてないよね。なんでだろう。兵士だけ蝕まれてるのはなぜなのだろうね。さーって、松明がないとちょっと分かりづらいですねこういうところ。ちょっと待って、気づかれるわな。爆発した。なるほど、火薬庫がこの周りにはありますと。鍵爪ですか。使える、使えるね。技量14、出血60。出血させやすいねこっちの方が。出血を狙うならこっちって感じ。そうだね、ちょっと出血狙いでいきましょうかしばらくは。で、近接攻撃はうわ、これはそういうことでしょ。ちょっと待ってくださいね。やばいね、突破する。で、多分ここにもある。もう爆弾なんて使っちゃって、すごいスタミナが多いから、これ鍵爪みたいな出血系武器にすごく合ってるなこれ。で、もう一回こっちにこういって確実にやる。で、安全を作る。安全地帯よね。こっちなんかあるね。開かないね。こっち側はスローイングだが、あー、投げナイフですか。へー、ナイフ投げたいですね。これって、あ、いける。黄金のルーン。ほー。ちょっと爆発させられると危ないですね、今のは。今の危なかったね。なるほど。こっちにも、あるね。だと思ったよ。くすぶり帳。1、2の3。いや、やっぱ強いな。火炎瓶って相手が使ってくると超厄介なんだけど。この周辺ちょっと探索したいですね。この上はもうない。
ないね。ないですね。ちょっと、請求な回復使いましょうか。多分回復量がね、ビビたるものだからね。こう、ちょっとずつちょっとずつ回復なのは、請求な回復でいいと思うんだよね。ここ開く？開くね。ただ真っ暗と。お？うーわ、閉じ込められちゃったよ。そういうやつか。ちょっと待って。しかもバレてる。いって。こいつには血を流してもらう。ちょっと待って、ぐるぐるして。お尻！お尻！ 10!178! お尻！やっぱお尻だね。で、血出てくれれば一番嬉しいんだよ。多分これは、そうだよね。バックスタブ警戒してると思う、こいつ。あっぶね。で、残りは、何それ！やっぱ、はい、避けて、炎で終わらせる。きつ、なんだこいつ、今の。血出てなかったら負けてたな。錆びた鍵。これはさっきの鍵かかってたところかな。これは何ですか？極限のタリスマン。極限のタリスマン。ガードカウンターを強化する。あー、縦受けした後のね。ちょっと縦うまく使っていきたいですね、これは。なんか下から火放ってるやつがいるな。こっちもいけるね。なんかいけるとこいっぱいあるな。おそらくだけど、押し出してくるんじゃないの、プレイヤーのこと。そのボルトをよこしやがれ。あ、クロスボウ落とした。クロスボウですか。クロスボウ技量系だと思うんだけど、でもなんかな、精度ともに高いものではない。ただボルトがいっぱいあるから、ボルトざんざん使っちゃってもいいんじゃないか。これちょっとこっちまで来ちゃったけど、あ、ここにアイテムがあるね。あの上から見たやつか。積石の土。土かってことは、これはそうだよね。近接武器、完全な筋力武器だよね。なるほどね。じゃあこっちだね。おっと、なんだお前、つかみ攻撃みたいなのやってきたな。あぶねえ。ああいうところに配置してくるんですね、恐ろしいことに。ダンと。よし、これは白銀漬け。白銀漬けとは何ぞや。発見率が上昇する。あー、これ欲しいな。これいっぱい使いたいな。とりあえず鳥の足をたくさん手に入れなきゃいけないっぽいね。鳥狩りますか、いっぱい。キノコ、キノコですか。でもやっぱこの城はなんかすごい草木にまみれているよね。どうしてこんなことになっているんだい。おっと、あれはハルバート持ってるね。ちょっと待ってくださいよ。近づいてきてる？近づいてきてるね。あ、行ってくれたと。じゃああなたはこれをお見舞いします。178でそれしか効かない。ちょっと待って、回復じゃない。なんだ、やばそう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 。よしよしよし、問題ない。燃やします。うおっ、ちょっと待ってください。これはまずくないですか。ちょっと待って、燃やす。あと3発、これで終わりだけど。あー、アイテムが、アイテムが。何か落とす？装備とか。湿地騎士の扶桑。扶桑だ、扶桑落としてくれたぞ。この子は古い衣装が刻まれた上質な服装。何らかの理由、あるいは都がで故郷を亡くした騎士たちに与えられた。彼らの多くは辺境の地へと送られ、失意とともにその地に根付いたという。あー、この地とは何らかの都がか理由かで、ここに送られたと。島流しみたいな感じなのかな。へえー、ちょっと使ってみましょうか。ほう、これで突撃。おお、かっこいい。
で、R2 はこれだね。そうって言ったらやっぱこの R2 でしょう。面白いね。両手持ちにしなきゃ使えないけれども、これは十分楽しく使えそうな武器だぞ。なんかどの武器もまだ強化してないからさ、いろんな武器をちょっとずつ使って楽しめるのがいいとこだね。ここは？ここはショートカットか。ショートカットだね。あ、祝福だ。よかった。ここに祝福よ。そろそろあると思っていたんですよ。これは、ここも仕掛けが動かない。やっぱショートカットがいくつかあるんだね。よし、いい火力。そして崩しも強い。いいな、ハルバート。いいな、湿地騎士のハルバート。やっぱ敵から武器は、おわあっぷね、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 落下するなよ。生きてる、生きてる。すげえなんか蹴られたんだけど。マジかよ。相手はなかなかの手だれと見た。近づいたら蹴ってくるんだね。だが、R2 で、甘えも落ちろ。さようなら。落ちていったね。よし。スローイングだが。あーでも若干重たいのか、この装備。若干重たいみたいだね。となるとやっぱ鍵爪かな、僕に合ってるのは。うん、鍵爪ですね。スノー能力はそんな高くないけどっていう。あー、こういう今まではジャンプってのがさ、赤狼とかまではなかったから、なかなか難しかった移動方法が好きなだけ取れるようになっていいですね。この先か。この先っぽいですね。おいしょ。ここは？ずいぶん明るいところに出てきたな。うーわ、いるよー。燃やしまーす。嫌ですね、あなた。とっても嫌ですね。うわ、左にもいるな。真正面にもいる。これは、あえて気づかせて、なんか樽持ってない。うーわー、ちょっと待ってください。2対1は無理。2対1は無理です。マジで。マジで2対1は無理。無理すぎる。無理すぎますね。とりあえず1体燃やす。よし、これで、あ、鍵爪でなんとかできないか。よし、風切り場。ちょっとあなた方化け物すぎやしませんかね、それ。ここってなんかいけそうだね。いけそうだけど、行ったら帰ってこれないことは分かっているんだよね。やっぱ正規ルートをちょびっと通りながら、時間が余ったらね、行けそうなところに行きましょうか。つうわけで、こういうちょっとした回復はこうしといてと。おっと、なんだお前、嘘でしょ。そこでやる、そこでやる。あなた捨て身すぎやしませんかね。ギャリーン、よし、一撃。やっぱこれだね、火投げ。やっぱ火投げですよ。つってもこれやばいね、ここ。ちょっとさ、ちょっとグレイスから目と鼻の先でこんなにやばいやつらと戦っていかなきゃいけないの。今後無視するよ、彼らのこと。できることならば。つうわけで移動しましてと。この先は特にない。あ、下になんかあるね。アイテムもありますね、くくりと。じゃあこっから行っちゃいますか。ここはなんかない。敵、あ、攻撃できない範囲になってる。あなたは人だ。はじめまして。いや、ロジェール君じゃない？一緒に戦ったよね、確か。あなたのおかげで移民鬼倒したんだよ。探し物がある。汗人を借り、次の荷へとする連中がしめいています。なるほどね、何かをその人は探してるのか。あ、見えてないんだ、祝福の導き。あなた同じ汗人だけど、導きを目にすることはない。そうか、だから魔法を学んでいるんだね。はあ、戦技を学ぶ。なるほど、これは魔法系の戦技になるのか。剣を剣に使用できる、かっこ特大
剣に加え一つ可能な。はあ、なるほどなるほど。面白いな、これ。これは魔法使いじゃなくても魔法の戦技を打てるってことなのか。 FP を消費してね。なるほど。こっちはなんか失意のどん底の人間がいるけど、アイテムを落としたりもしないし、何なんだろうこの子らは。なんでこんなところにいるんだろう。不思議ですね。おっと、やばいのいるね。あいつとは極力戦いたくはないんだが、戦うんだったらまずは手前のやつをぶっ倒してだね。こうして倒せてないし、しかもおっと、これはまずいね。ドスンして走ってくるやつでしょ。あっつ、まず一体あなたはお尻をいただきたくございましたけど、やばいなこいつ。一発ぶち込んだ後に火を投げよう。とりあえず火を投げまくる。で、よいしょ、近づいてくるまでにダメージを稼ぎます。よし、これで終わり。終われたらよかったな。やっぱこれ属性持ってる武器強いですね。よし、で余った分は請求な回復をと思ったけど余ってなかったですね。さあこの体力を甘く見ない、マックスまで回復しましょう。ちゃんと閉ざしてるのかな、窓とかを。向こう側が外、ここは、あっ、貴公子だ。あいつ許さねえからな。絶対に出血でバリバリ言わせてやりますよ。ただその前に貴公子と戦う前に、そろそろなんか書斗科がいっぱいあったっぽいからね、書斗科とかも探して行きたいところなんですけれども、ここはワンちゃんがいる。犬がいっぱいいますね。あ、これも登っていけそう。やつと戦うのは怖いけど、なんか守ってそうだよね。さて行かせてもらいますか。一回で出血を狙いましょう。うお、ナイス、余計ナイス、余計&お尻と、ちょっとでも出血を狙えたらね嬉しいですね。よし、ナイス出血。うわ、まずい。嘘でしょ。一気に終わったな。でも宝箱がある、確実にここは取りに来た方がいいな。あ、これってこう行っちゃっていいんじゃない。あ、座ってる状態だったら開けないのか宝箱。これ隠れられる、視線切れる、これ。あ、視線切れた。おい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 、いいんですか騎士さん、そんなんで。あ、そのドスンは何なんだろう。回復で、こういう段差とかをうまく利用していくんですね。相手は多分ひるむんだよ、段差とかで。そういうこと。終わり。ふう、やっぱこれだね、やっぱこれだ。遠距離攻撃じゃないと。これは擬態のベール、なんだろう、アイテムかな。あ、アイテムだ。FP を消費して様々な物体に擬態する。これは対人に使えますね。いいな、いいな、いいな、これいいな、これいいもの拾っちゃったや。この下に続いてるんですね。あー、ここってもしや。そうだよね、いっぱいいっぱいいるね、貴公子くん。あいつとはまだ戦いたくないな。
万全な状態でやつとは戦いたいね。ただ勇者の肉塊、攻撃力アップアイテムか、これ何かないか。ちょっと待って、もうちょっと周りを、うん、うわ、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、無理です無理です無理です。この先はなんか外に繋がってるから、多分こっからが正規な順路なんだろうね。そろそろグレイスがあるかショトカがあるかって感じなんだろうけど、やべえ見つかっちゃってる。なんでずっとこっち見てるんですかね。早くどっか行ってくださいよ。待ってない？ガン待ちしてるね。これはちょっと待ってくださいね。見つかること上等で。こっちはどうだ？こっち何？あ、これ、石剣が必要になるやつか。くそ。向こうにもある。なんか。向こうにもなんかあるぞ。こっちにもなんかある。こっち行ってみよう。あ、これはショートカットの匂いがする。ショートカットの匂いがしますよ。ショートカットですね、これ。なんとかなった。よし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 。じゃあ、こっから下に行くって感じなのか。ちょっとレベルアップさせてもらいましょうかね。技量ちょい上げで。よし。あとは、火力上げるためには武器強化しなきゃいけないんだよな。さっきのやつは火投げでどうにかなるんじゃないの？さあ、まずは初手、火投げる。158。まあ倒せない相手ではないだろう、あのレベルなら。なんかドッスンローリングじゃないよこれ。ちょっと待って、これでしょ、こうして。あれ、もしかしてこっから火投げでどうにかなっちゃったりしますか。これどうにかなりそうだね。ただよ、僕は正々堂々と戦いたい。あの時より強くなったってことを教えてやりますよ。おっと、盾が剥がされた。騒がしいね。さあ、ちょっと前が見づらいけれども、1212、それが2発しか飛んでこないのは分かってる。おっと、じゃん、5。よし、これね。1、2、これ攻撃タイミング、それがドスドスドスドンで、ここで攻撃。よし、いいぞ、血が出た。おっと、これはちょっと待てよ、回復を挟ませてもらいましょう。よし、もう一回ぐらい回復させてください。 OK、 回復はこれでどうにかなる。待てよ、正面が危険なんだなこれ。おっと、なんだそれ。ちょっと待って、まずいです、まずいですね。これは正急な回復をしましょう。どん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 で、ドスン。はい、わかりましたよそれ。おっと、なんだその鳴き声で、近づいてくる。1、2、なんだそれ、構えてる、めっちゃ構えてんな。ほほ、いい感じじゃない今の。うまく柱を使って避ける。で、正急な回復、回復役に立つね。1、2、3、4、5。うわ、ちょっと、もうちょっとだったのにな。後ろ取んなきゃまずいなこいつ。やっぱこういうデカ物は後ろを取った方がいいんだな。さあ、行かせてもらいましょう。この武器の真骨頂、両手持ちを使ってね、クイックスペックで全てを避ける。クイックステップ、
し一発一回クイックステップで懐に入り込む。1、2、ジャンは避けてクイックステップからのクイックステップ。ちょっと距離を取らせてもらいますよ。おっと、ジャン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 と前に入り込んで、1、2、3、4、5、これはぐるぐる、1、2、前に入り込む、出血で終わり。なんてやつだ、強すぎ。そのくせにこいつ1000しか持ってないのかよ、ルーン。